トリーアの円形劇場は古代ローマ帝国の都市アウグスタ・トレウェロルムの周焉にあたる山腹に一部が埋め込まれるような形で建てられていたアンフィテアトルムである。西暦100年頃に建造され、その後の数世紀の間、様々な改修を受け、豊かな装飾を施された。アウグスタ・トレウェロルムは現在のトリーアであり、ドイツの西の端に位置している。 この地はかつてバルバロイに対抗するための重要なローマ植民都市であった。そのアリーナは長さ75メートル、幅50メートルで2万5千人から3万人の観客を収容できた。その規模の大きさは古代ローマのアンフィテアトルムの中でも10市に入る。内部の壁には14の小さな場所がうがたれていてさながら動物の檻のようであった。 アリーナの下には地下室があり、舞台の昇降を操作する機械が置かれていた。この地下室は、現在は一般向けに開放されている。北と南の主要な門は、三重の通路を持つ外線門だった。4世紀と5世紀には、この円形劇場は、北の門が、市の内側に位置し、南の門が、市の城壁の外側に位置していたことから、市の門としても機能していた。今日 連携劇場では、コンサートなどが開かれるほか、剣道士たちの戦いを真似たりもする古代ローマを、記念する祭典、ブロートウントシュピーレも開催されている。1986年には、他のローマ遺跡などともに、トリーアのローマ遺跡群、聖ペテロ大聖堂、聖母聖堂の名で、ユネスコの世界遺産に登録されている。ありがとうございます。